ナンバーアンダーバーアイが5月27日にミニアルバムナンバーオーリングをリリースする。収録曲のうち n o e s ラサントリービアボールの CM ソングとしてボンが5月17日放送のミュージックステーションテレビ朝日系以下 M ステの歌唱曲として先行解禁された。写真プライベートの時間を過ごしているような平野翔神宮寺勇太岸裕太 No.E.S. は グループとしては初の CM タイアップ曲になる。軽快でポップなナンバーで、前編ラップの、ゴートやめろーな R&B テイストの、ブロウユアカバーなど、ナンバーアンダーバーアイがこれまでに発表してきた楽曲とはまた違ったテイストだ。ビアボールの CM には平野翔、神宮寺優太、岸優太も出演。浜辺、プール沿い、リビングなど、様々なロケーションで、 ビアボールを味わう3人の姿が描かれており、夏らしい映像と爽やかな楽曲がよく合っている。CM で聴けるのは一部のみだが、これからの季節を明るく彩ってくれるような一曲に仕上がっている印象だ。先日、YouTube チャンネル、ザック・サンショウで公開されたインタビューによれば、今回のミニアルバムはメンバーが収録曲ごとに担当を分けて制作していったのだという。 ミニアルバムの一曲目に収録されている、ボンは平野によるプロデュース曲。エムステでの歌唱前に、平野は、盆栽にフォーカスを当てて、盆栽が成長する過程だったり、ファンの皆さんとの関係だったりを自分たちと重ねて、と楽曲を紹介していた。平野翔が新曲、ボンに込めた、日本への意識とは。ボンという楽曲タイトルには盆栽の盆、ボン、 に加え、爆発音の、ボン、ボンノーの、反、天才の対義語である盆栽、凡人の、ボン、など、歌詞を読む限り様々な意味があるのだろう。系譜としては、ボートや、富士にも連なる。ボートも手がけたペコリ、オットフットワークス、が作詞、モンジョエ、ダッツ、が作編曲を務め、レッツボート、という歌詞があることや、富士山、を意味する、富士、 同様に日本を象徴するものをテーマにしていることからも、2曲とのつながりも感じられる。リリース前、ましてや1秒も公開されていない新曲を生放送の音楽番組で初披露すること自体も攻めている姿勢だが、楽曲自体も複雑な構成をしており、挑戦的な印象を受けた。打楽風のイントロや、途中で挟まれる盆踊りのような振り付けなど、随所に見られる、日本へのこだわり。 そうしてはとヒホップを融合させながら、目まぐるしくビートが変化していて先が読めない。デビュー曲の、ゴート、模うだったが、予想を裏切っていきたい、新しいことをやりたいといったメンバーの思いが伝わってくる一曲だ。新しい何かを行うことは、周りから反対されたり、なかなか受け入れてもらえなかったりと、不安や孤独を背負うことでもある。実行するときに問われるのは、 それでも挑む覚悟があるのかということ。エムステでのボンのパフォーマンスからは、いわば戦闘体制のような、自分たちの納得する道を突き進もうとする意志が垣間見えた。一方、そんな中で結ばれる絆はより一層固いものになるはず。彼らがたびたび口にする、ファンとの関係、とは、新しい道を切り開き、一緒に困難も乗り越えていけるような関係性を指すのかもしれない。 とどまることを知らない3人が、グループとして初のミニアルバムにどんな楽曲を詰め込み、私たちに届けてくれるのかが楽しみだ。ノーイエスと、ボンを含め、ナンバーオーリングには全8曲が収録されている。すでに公開された2曲も全く表情が異なるだけに、おそらくバリエーション豊かな1枚になっているのではないだろうか。サマーソニック2024への出演も決定した今、 予想を超えた嬉しい裏切りにも期待しながらリリースを待ちたい。